こんにちは、ジョジョです。スミレです。ミヤです。カノコです。ヒロです。今回の座談会は昭和ミステリー、今日は皆さんに昭和に発表されたミステリーをご紹介してもらいます。ラインナップはこちらです。はい、じゃあ、早速私、ジョジョから紹介します。高木明光の人形はなぜ殺されるという作品です。鑑定作家である松下健三が日本アマチュア魔術協会の人たちと知り合うところから話が開始されます。で、この日本アマチュア魔術協会の人たちが、今度自分たちがショーをやるので、でその発表会に見に来ないかと誘われて、健三が見に行くと、囚人監視のもと人形の首が盗まれていることがその場で発覚したんですね。で、その後、健三は友人である探偵の上津京介、まあ、日本三大探偵にとされている上津京介に相談しに行ったんですよ。で、上津は何か異常な事件の前兆でなければいいのだが、って言うと、で、まあ、この予感は見事に命中するんですね。ギロチンで首が切られてた死体が発見されて、で、その首がなくなっていて、で、その代わりに、こう、最初に盗まれた首がそこに置いてあったんですね。で、まあ、それから人形が殺されると、人間が殺されるという事件が続いて起こっていくという展開につながっていきます。で、この作品の面白いところは、どうしてこのタイトルにしたのかっていうのを一番最初に作者が書いてるんですよ。シンプルに人形殺人事件でも良かったのだが、読者への挑戦も兼ねて人形はなぜ殺されるというのにしたっていうのがあったんですね。だからこう作者的には人形が殺される動機をこう読者に解いてほしいという気持ちがあって、このタイトルにしたというのが書いてありました。前にこう動画作った東西ミステリーベスト100の、これは28位にもなっている作品で、1955年に刊行されたという作品でした。上津さんはハイスペック探偵ですよね。すごい、確か。そうですね。なんか東大のね、なんか先生もね、やってるんですよね。あ、そうなんだ。なんか、助教授か、助教授。で、高身長でイケメンみたいな感じじゃなかったっけ？そうですね。ハイスペックですね。そう、ハイスペック探偵。性格的には、ちょっと変人なの、やっぱり。いや、そんな変人でも、なんか、まっとうすぎる。へぇー。うん。なんかね、最近だと、ハイスペックだけど、人間性としてはみたいなのが、あるけど、違うんだ。そうだね。性格も普通になんか良くて。本当のハイスペックだ。その割にはあんま知名度はない、ね。やっぱね、三大探偵の中だとちょっと落ちちゃう感じがしなくもないかなっていう。まあ、癖がないからね、逆に言うと。ですね。はい、じゃあ、自分の紹介はこんな感じでした。次は、ミヤさん。はい、私が紹介するのは、鮎川哲也さんのリラ荘事件です。舞台は埼玉県秩父の山の中にあるリラ荘。もともとの持ち主が周りにライラックを植えていたことから、ライラック荘と呼ばれていたんですが、次に買い取った芸術大学がレクリエーションの寮として使うようになって、で、ライラックの別名がリラ。なので、言いやすいリラ荘と呼ばれるようになりました。で、このリラ荘へ秘書に来たのが7人の大学生なんですけども、ほんと喧嘩ばっかりしてて、なんでこのメンツで旅行に来たのか不思議で仕方ないんですね。まあ、その中の2人が婚約を発表するわけなんですが、その2人それぞれに対して恋心を抱いていた2人もいて、もう余計にギスギスしていくっていう状況です。で、そんな中、寮の近くで見知らぬ男が死んだことから始まって、まあ仲間たちがどんどん殺されていく。で、その死体の傍らには必ずトランプが置かれているっていうお話です。で、個性豊かな大学生が集う館物っていう設定は本格ミステリーの定番の一つだと思うんですけど、この作品クローズドサークルではなくて、むしろめちゃめちゃ開放的。で、警察とかお医者さんがすぐ来るのはまだわかるんですけど、事件現場のリラ荘に遺族とか友人が来て、なんか連日のようにお通夜と葬式をするんですね。これ昭和だと当たり前なのかなってすごいびっくりしちゃって、もう本当にかなり開かれた空間になってて、しかもそんな状況でもまだ殺人が起こるっていうことにすごいびっくりしました。死体の数は結構多いんですけど、毒殺、刺殺、絞殺、なんかいろいろもう殺害方法がバラエティ豊かですごい楽しかったです。で、大学生とか、まあ、刑事さんとかいろいろな人の視点があるんですけど、字の文に著者が出てくることも多くて、例えばこうした些細な会話の中に後になってみると謎を解くに足るキーが秘められていたっていう文があって、もうここ伏線ですよって伏線の場所までしっかり教えてくれるっていうすごい親切な設計になってます。で、そういうところから鮎川さんの作品に対する絶対的自信みたいな
なものが伝わってきてかっこよかったです。で、全体的にはなかなか複雑な構成だなって私は思って、で、こう謎を解くには昭和の常識とかも必要になってくるので一筋縄ではいかない作品なんですけど、探偵役の真相ヒロパートがすごいスマートで、読み終えてみるともう全く悩むことなく全て理解できたのが嬉しかったし、なんか、ね、読み終えたとすごい気持ちいいなって思った作品でした。なんかこれはね、多分すぐ答えが出るから別にいいと思うんですけど、殺された人が6桁の数字のメモを持ってて、それが電話番号なんですよ。私たちの中で6桁が電話番号って認識がないから、うんうん、それが出た瞬間、それはね、そのすぐ分かったからいいんですけど、これがメイントリックだったら絶対無理だったなって思うような、すごいそういう昭和とのギャップみたいなのも楽しかったです。俺タイトルめちゃくちゃ有名だから読みたいと思いつつもまだ読んでないんですよね。面白かったです、うん、読みやすかった。すごい古い作品、1958年刊行なんだけど、本がね、古臭いっていう感じもなくてね、現代でも愛される理由がわかる作品でした。私は読んだことあるんですけど、うん、犯人宛てが面白い記憶がある、うん、フーダニットが、うん、トランプとか置かれるのいいですよね。そうだから全然見知らぬ男もそうだし、寮の仲間たちのところにも置かれてるっていうのが、だからここに何のつながりがみたいなのもワクワクしました。はい、じゃあありがとうございました。次はチミレさん。はい、私が読んできたのは笹沢佐穂さんの招かれざる客という作品なんですけど、これね、社会派ミステリーがまあ非常に盛んだった時代に書かれた作品で、まあ、社会派ミステリーと本格ミステリーのハイブリッドみたいな、そんな小説になってます。でね、前半部が社会派で後半部が本格みたいになってるんですよ。ちょっと珍しい感じなんだけど、でこの前半部の社会派の部分が結構硬質の内容というかね、まあ、どういった内容かっていうと、中央官庁の小三省という、まあ、お役所が多摩川沿いに大きな土地を所有しているんだけど、官庁側としては、まあ、民間に払い下げたいみたいな意思を持っていて、一方職員側は寮にしてくれ、まあ、職員寮にして生活スペースとして活用させてほしいみたいな感じで要求し続けていた、まあ、そんな土地で、要するに官庁側と職員側で争いがあったっていうような、そういう土地で、で、まあ、結局それが労働争議の場で争われていくような形になっていくんだけど、職員側にとって不利な証拠っていうのを官庁側がスパイを使って不当に入手してしまって、で結果的に官庁側が勝つみたいな、そういう展開に向かっていくんですよね。だから職員側としては面白くないみたいな、まあそういう前提があって、でそんな中でその官庁側から職員側に送り込まれた当のスパイだった人物、まあこれが2人いるんだけど、1人が非常階段で殺害されると、でもう1人はスパイ自身は無事だったんだけど、まあ帰郷をね共にしていた人物っていうのが撲殺されてしまって、で間違えて殺されたんじゃないかみたいな話になっていく。じゃあ今回の騒動で一番被害を被ったのは誰だ、そいつが犯人だみたいな話になっていって、有力な容疑者が一人浮かんでくるんだけど、その有力な容疑者も逮捕直前に事故死しちゃうみたいな、そんなお話なんですよ。そう、ここまではねもうめちゃめちゃ社会派っぽい感じなんだけど、こっから一気にね本格ミステリーっぽくなっていって、後半部では一人の、まあ、警察官、まあ、警部補がこの事件の構図に疑いを抱いて単独で捜査していったら、まあ、新たな事実がみたいな感じになっていって、アリバイトリックあり密室ありのなんか前半から想像できない展開に向かっていくっていうような感じで、まあそういう意味で、まあ、社会派と本格のハイブリッドっていう風に言ったんだけど、まあそんな内容になってます。でね、まあ、正直ね前半部は結構人を選ぶかなっていう感じで、まあ週刊誌の内容だとか、あと警察の取り調べの内容だとかっていうのが列挙されていくだけの、まあ結構耳乾燥とした内容なんでね、ここを楽しめるのかっていうのが一つポイントになってくるんだけども、最終的にラストの余韻なんかも結構いい作品なんですよ。あ、そこで終わるんだ、もうちょっと読みたいなみたいな感じでね。でね、まあ今回ねテーマが昭和ミステリーっていうことなんだけど、まあぶっちゃけね今読むとまあちょっと良くない表現なんかもあったりするんですよ。正直女性はこういう生き物だからみたいな感じで決めつけちゃったりとか、あるよね、まあ、そうそうそう。でそこはねまあ書かれた時代っていうのを勘案しながら読む必要があるんだけど、でまあそういう作品なんで、まあ社会派ミステリーの大流星に対するまあ一種のなんて言うんでしょうかね、アンチテーゼとも取れるし、まあそこに本格ミステリー的な手法を取り入れる実験っていう風にも取れるような、まあそういうね、挑戦的な面白い小説だったかなっていう風に思いました。なんか社会派と本格があるっていうと、なんかすごい長そうなイメージがしたんだけど、何ページぐらい？ページはね、あ、でもね、360ぐらい。それぐらいなんだ。そう。で、社会派部分がね、前半4割ぐらいなんですよね。
で、残り6割で警部補が頑張るっていう。それって、最近なんか再販されたやつで読みました。ああ、再販されたやつで読んだ。なんか最近、徳間文庫っていうところが、なんか徳間の特選って言って、こう、昔のなんか作品をなんか再販やってるんですよね。で、そのさ、笹沢さんだっけ笹沢さほさん。その人のがなんか、すごい、めちゃくちゃ再販されまくってる。うん、最近再販多いイメージある、笹沢さんって。うん。笹沢さんの中でも今回のが有名な作品なんですか？笹沢さんってどうだろう、もともとなんか、また旅物みたいな、そういう作品が有名なんだけど、最初はなんかこういうミステリーも書いてたよみたいな、そんな感じだったと思うんですけど。うんうん、はい、じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、付き合い。はい。私は山田風太郎さんの太陽黒点を読んできました。山田風太郎さんといえば、忍法帳シリーズで有名で、蓬莱堂でもね、動画を過去に出したことがあるんですけど、もともとはミステリー作家としてデビューした方で、ミステリーもたくさん書いてます。で、この太陽黒点が、昭和30年代後半の東京が舞台で、もはや戦後ではないと言われたりもした、いわゆる高度経済成長期の話です。でね、これ、あらすじを言うのがめちゃくちゃ難しくて、私困っちゃったんですけど、まあ、言えるとこだけ言うと、美貌の苦学生の冠城明っていう青年が、アルバイト先のお屋敷で、社長令嬢の多賀恵美子っていう女性に出会うところから始まります。この冠城明には、同じく苦学生の陽子っていう恋人がいるんですね。陽子は平凡だけど、献身的で、清廉な女性なんだけど、冠城明は、ちょっとここら辺の心情を理解するのが、ちょっと難しいんだけど、金持ち連中への復讐のためにこの社長令嬢の多賀恵美子に近づいていくっていう話です。で、言えるのがここまでどこがミステリーなのって言ったくなると思うんですけど、でもこれしか言えないんですよ。この作品の執筆中に山田風太郎自身がこの太陽黒点のことを 90% ラブストーリーで最後にミステリーになる作品を書いているって言ってるんですね。なので読んでる最中って全然ミステリーじゃないんですよ。この貧困とか格差とか、もはや戦後じゃないって言われてるけど、まだ戦争の傷を負ってる人たちとか、そういう人たちがいて、生まれついた時にはもう存在してる不公平に苦しんでる若者たちがどんどん転落して堕落していく話なんですね。で、それだけでもすごい暗い魅力があって、まあ、純文学的というか、すごい私は読み応えがあって面白かったんですよ。ただ、この作品ちょっと気になるのが、副章のタイトルが、死刑執行1年前。死刑執行3ヶ月前みたいな感じでカウントダウンが進んでいくんですね。前に課題図書で読んだ幻の女みたいな感じ。でもこの太陽黒点が一味違うのは、誰の死刑かすら分かんないんですよ。普通にこう若者たちのラブストーリーとかそういう話が進んでから、誰がなんで死刑されるのみたいな感じで、それがまず一個謎になってるんですね。なので、こうカウントダウンが進むにつれて、確実に何か起こるんだろうな、変わっちゃうんだろうな、みたいな破滅の匂いを感じながらこう読み進めていくことになって、最終的にその先に持っているものが明らかになるんですけど、これが本当にすごくて、私はもうなんか、うわ、マジか、みたいな感じになったんですよ。で、今の時代だと 100% 書けない話だなと思って、この時代だからこそ生まれた、もうなんかエネルギーに満ちた怪物的な作品だなぁと思ったんですけど、そこを言うことが全くできないので、ちょっと魅力が伝わるか不安なんですけど、私は結構衝撃を受けました、今回。ぜひ読んでほしい、おすすめの一冊です。ミステリーとして読み始めても、じゃあ、ちゃんと満足できる。そうだね、最後は、ああ、ミステリーだったんだってなるとは思う。ただ、本当にずっと若者たちの暗い話がずっと続くから、ちょっとしんどい気持ちになるかもしれないって感じかな。最後の方に伏線が一気に回収されるみたいな感じなんですかね。そう。そうなのかな。そこも知らずにというか。うん、なんか普通に読んだらいいと。普通に読んだらいいと思って。本当に恋愛小説として読んでる。そうそうそう。この時代の若者たちの苦しみとかを描いた話として読んで、うん、っていう方がいいのかもしれない。ミステリーだって身構えて読むと逆にあれってなるかもしれない。一冊説明が難しいんですけどすごかったです。で、この太陽黒点っていうタイトルの意味も明かされてないんですよ。まあ、文中で一回だけ太陽黒点で出てくるところはあるんだけど、あんまり直接的になんで太陽黒点なんだろうみたいのが私まだちょっと自分でも解釈しきれてないから、その辺をなんか読んだ人と話したいなって思ったり。はい、じゃあありがとうございました。じゃあ次はヒロさん。はい、
私が読んできたのは赤江漠さんのオイディプスの刃という作品です。でこちらの舞台は下関にある大迫家っていう名家のお屋敷なんですけれども、夏のある日に大迫家が保有している刀、日本刀ですね、を研ぎに来ていた研ぎ師の秋浜康国っていう男性が惨殺される事件が起きます。事件当時には大迫家にいたのは当主の公平と妻の高校、あと息子である三兄弟の秋彦と俊介と豪勢とおばの幸男がいました。でこの登場人物がまあメインの人物になっていくんですけれども、このまあ事件に驚いた大迫家の一同だったんですけれども、研ぎ師の秋浜康国が惨殺されてから警察が到着するまでのわずかの間に当主の公平と妻の高子も刀によって自分の命を絶ってしまうと、そういう事件です。でその事件の真相は明らかにならないまま、三兄弟は両親を失ってしまったのでバラバラになることになります。で秋彦、一番上の秋彦は大迫家の本家行って、次男の俊介は母の高子の実家へ、でそして豪勢、一番末っ子の豪勢は行方不明になってしまうんですね。でそこで一旦その時代の話は終わって、時が経って次男の俊介が京都でバーを経営してるんですけども、そこに兄の秋彦から一通の手紙が届きます。で手紙には、行方不明になっていた豪勢を旅行先のフランスで見かけたっていうふうに書かれていて、そこから再び過去の事件だったり謎が動き出していくというような、そういった作品になってます。でこの作品の魅力として、ミステリーとしてもすごく面白いんですけれども、作品の持っている幻想的だったり耽美な世界っていうのがすごい大きな魅力だなと感じてます。物語を構成する大きな要素になっているのが刀と香水なんですね。で、刀の方はさっきも言ったように事件の凶器となったものが時価3000万円の、まあ、名刀なんですけれども、その名刀を表した描写っていうのはもうすごく凄まじくて、それだけでもう引き込まれるなっていうようなものです。香水に関してはですけど、そのかつてその母の高子が調香師をしていて、後に成長した長男の秋彦も母の後を追って調香師になります。で過去に起こった事件と、まあ、その現在進行形で謎を追っていくっていう話と、どちらでも香水が物語として重要になってくるっていうようなものになってます。でこの刀も香水も普段の生活であまり頻繁にかかるものじゃないと思うんですけど、そのちょっとしたなんか非日常性というところが物語として幻想的であったり耽美な作品になっていると思います。ぜひそういうなんか物語としてもなんか美しい物語として読んでみたいっていう方にはおすすめできる作品になってます。タイトルかっこいいよ ね、 そうですね。タイトルは聞いたことあって結構気になってる作品でした。タイトルも読み終えるとなるほどというか、ちょっと意味が全体のストーリーとつながっているところもあるので、そこも読み終えるとより楽しめるかと思います。オイディプスってギリシャ神話か何か。そうです、ギリシャ神話ですね、うんうん。まあ、調べて読んでもいいですし、まあ、調べないで読んでもまあ、ネタバレではないですけど。なるほど。はい。じゃあ、ありがとうございました。というわけで、今回の、座談会は昭和ミステリーのご紹介でした。この動画をご覧の方も、もし昭和に発表されたミステリーで、この本が面白いよというのがありましたら、コメント欄にコメントをください。それでは、ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。